残念、閉まってましたね。そういや、これがもうくるくる回ってないですしね。じゃあ、しゃあないんで、ちょっと商店街を抜けながら食うところを探してきましょう。っていうか、どっち方面歩いてたんや。さあ、何、やっぱ特に考えもなしに歩き始めますからね。どっち行きゃいいんだ。まあ、まずはとりあえず商店街抜けてこう。京都市内マイツル、こんなもんなんや。山田力が問われるな。あ、パチンコ屋さんかな。いや、ロックフェイルとかあるかな。お酒屋さん多いな。わびよい。桃？あ、桃屋さん。あれ、しかも、食感か。売り切れてた。さすがにね。なんか前も、桃でなんかやってたな。ちょうど、あ、あれだ。あそこだ。貝塚行った時か。ここなんか並んでる。そうだ、貝塚行った時にちょうどとか1年前だもんな。7月の下旬でしたもんね。うん、あ、ここ冷え込んでる。すげえ、この時間から、この時間から混んでんの。ファンタやね。うわあ、あったな、こんなファンタ。へえ。商店街あれですね、アーケードではないですね。よいしょ。あ、でも青空が見える商店街ってやっぱいいですね。うん。ここは栗ようかん、里柿。栗ようかん。ああ、なるほどな。ほう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 。あるね、いろいろ。何この木は、とりあえず。大江行ったら大江でそれなりに買えそうかなと見てるんで、あっちの方で買おうかなと思ってますけどね。あ、そうそうね、大江はね、行ったことありますもんね。ここは何の考えもなしに歩いてるけどいいんだろうな。大丈夫かこれ。だってさっき地図見た感じやったらガッて言っとったもんな。ガッガッてよりさか。ね、お湯もちろんガッて言っとるんやから、どっかでカットすればサッとなるはずやから、それでいけるはずや。よし。
自分で言うのもなんですけど、大体この感覚当てるの得意ですからね。伊達によく歩いてませんからね。まあその割にはいいよ、間違いとるやないかと言われそうですけどね、全てはトライアンドエラーですからね。言うとることが5秒前と変わっとる気がするけど。さあ、ああ、今日は本当やっぱ口が痛いな。だいぶド派手に切っちゃってるんですよね。口の中切っちゃったもんで。あ、そっから行ったら良さそうか。ローソンがある。これもう渡っちゃっていいのかな？これ福知山局？これ福知山郵便局ですね。ここ確か普通集配局なんで。ああ、出た、頒布会の時期か。こっちは近畿か、近畿頒布会か。な、こっち向いていいのかな。いいのかなと思って歩いてますけどね。小学校。3人前1000円安いのか。タコフカ、さあ